寝る前にスマホを長時間触ってしまった男の末路。はあ、疲れたな。そろそろ寝るか。あ、そういえばさっきレイヤから LINE 来てたな。その後俺はベッドの上で LINE 以外に YouTube、TikTok などを見続けた。やっぱり末路チャンネル、セゴー。あ、もうこんな時間だ。明日も仕事だし、早く寝ようっと。ダメだ、全然寝つけないや。まあ眠れるまでなんか動画見とこうっと。結局俺は熟睡することができず会社に行った。それから昼夜逆転の生活が始まってしまい、仕事がだんだんと手につかなくなっていった。眠気が限界だ。ここは病院。ゴングさん、倒れた原因は疲労の蓄積です。何か思い当たる節はありますか？はい、毎日寝る前に数時間スマホを触ってしまって、それで寝れないんです。そこから昼夜逆転の生活が続いていて。おそらくそれが原因ですね。寝る前にスマホの画面を見ると脳が昼だと勘違いして脳が覚醒してしまい、睡眠障害を起こしやすいんですよ。なるほど、そうなんですね。もう少し様子を見させていただいて、何もなければ退院して大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます。こうして俺は寝る前にスマホを見るのをやめた。その結果、朝の目覚めもよくぐっすり寝れるようになった。